スーパー GT 第2戦富士300クラス、一人のルーキーを追った。宮田理人も18歳、チームは宮田に初の予選アタックを託した。理人はレース好きだった父親の影響で5歳からカートを始めた。それが彼のレース人生の始まり。昨年若手ドライバーの登竜門 FIA F4 で2年連続チャンピオンを獲得。今年高校を卒業し、最年少の18歳でスーパー GT300 クラスにステップアップした。将来を有望視されるドライバーだ。いよいよ今日 GT で初予選ですか、を迎えるわけですけども、まず意気込み聞かせてください。直線が長いんでストレートが速い車が一番有利なんですけど、ちょっとそこが厳しいんで、スリップ効かせればタイムも変わるので、しっかりそこら辺を考えてアタックしていきたいなと思います。目標っていうのは決めてるんですか？うまくやれば、まあ、トップ10入れるのかなっていう雰囲気はあります。なるほど、分かりました。目標は10位以内と弱気なコメント。それを聞いた飯田明監督の顔が曇る。10位以内、はい、それじゃダメじゃんね。もっと若いのに。目標高くてもいいんですけど、それで遅すぎる、やばいってなって焦ってくるタイプなんで。大丈夫なんですよ。それ狙ってほしいです。狙ってほしいですよね。彼の将来もかかってるしね、はい、これダメだったらもうダメだもんね。そうです。で、目標はポールで。よし、頑張って。はい、頑張る。予選でのマシンのセッティングやタイヤ選択は全てアタックドライバーが決めていく。リトモは与えられたわずかなチャンスをものにし、しっかりと結果を出さなければ次へのステップアップはない。まずは予選でどんなタイムを出すのかで実力が測られる。これが第一段階だ。そして20分間の予選開始。1分37秒204でトップタイム。2番手にはここで変わった、シンティアムアップルロータス、1分36秒864。9分が経過。タイヤが温まりアタック。チャンスは2周しかない。さあ、そして今2番手には宮田理人が上がってきました。レクサス RCF GT3、 1分37秒047。宮田理人が2番手タイムになってきました。まだタイムは伸びそうだが、ここでリトモは2セット目のニュータイヤにチェンジし、さらなるタイムアップを狙う。ここで誰が出てくるかが気になるところです。さあ、カーナンバー0番グッドスマイル初音ミク AMG は片岡達也が今現在ドライブしています。さあ、片岡達也は現在アタック中。おー、セクター2では全体ベストを出しているぞ。ポールポジションをミクファンの前で獲得できるか。今残り時間が5分30秒になるところ、片岡達也が戻ってきた。トップだ、片岡。1分36秒850、片岡。初音ミク AMG がトップタイムを出したところで、アタック合戦が激しさを増していく。さあ、最速タイム塗り替わるか。 BRZ 来てるぞ。 BRZ が来ている。スバル BRZ R&D スポーツの井口拓人がセクター1セクター2で全体ベスト、全体ベスト。今日もたくさんの旗が揺れているスバルの応援席の前で、井口拓人がどんなタイムを出してくるか。今コントロールラインも通過をするが、どうだ、トップだ、トップだ。 BRZ が富士でトップに浮上だ。1分36秒656。さらに BMW M6、48歳の高木真一が猛アタック。いや、しかし高木が速い、高木が速い。 ARTA の高木真一がセクター2でも全体ベストだ。 BMW が現在もコースレコードを持っている車なんですが、 BMW やってきました。高木真一、最多記録に並ぶか。トップだ、またもやトップ入れ替わり。高木トップタイム。なんで親父、ちょっと。リトモは現在8番手。
終了の時間が迫ってくる。厳しいか。ここで予選の最高速度を比べてみよう。リトモはトップからおよそ4キロ遅い279キロ。この遅れをドライビングでカバーできるのか。渾身のラストアタック。果たして。攻め切った。リトモは6位に順位を上げた。リトモはトップには届かなかったが、コンマ4秒差まで迫る走りを見せた。飯田監督の評価は、まあでも上出来でしょう、ね、本人ポールのところで言ってるから、まあ、あのそういう気迫は感じました。自分を信じて、車を信じて、ちゃんと乗れたと思います。飯田監督から合格点をもらったリトモ、自身は思い通りの走りができたのだろうか。その前に速い車を引っ張ってもらおうっていう部分で、ちょっと場所取り的な部分で僕がちょっと判断ミスをしてしまったんで、そこさえなければ、まあ、個人的なその振り返りだとトップ3狙えたなっていうのが印象で、僕も初予選で6番手ということですごく嬉しいですけど、個人的にはトップ3入りたかったっていうのが一番の気持ちでした。言ったじゃん、弱気だから。ポールポジションを獲得したのはベテラン高木慎一、最多記録タイとなる13回目のポール獲得。やるね。そして迎えた決勝日。まあ佐藤さん、まあ先輩としてこの宮田君にとってこのレース、どういったことが求められて、どんなレースになると思いますか。彼はドライバーとして非常にミスが少なくて完成されたドライバーの一人だと思うので、はい、もう今回スタートも担当しますから、そうなんです、ね、この500クラスの混走の中で非常にいろんなものを得れると思うので、レースでバトルをしながら一周で多く走るっていうのが最も成長する大きなポイントなので、もう最後まで走り切ってほしいです。わかりました。果たして宮田リトモがどんな戦いを見せるのか、いよいよスタートです。チームはリトモをスタートドライバーに抜擢。最も混乱が予想される難しいバトルを切り抜けなければならない。まず今の心境をお聞かせください。まあ、緊張はしてます、まあ、初のスタート担当ですし、500の、集団にどうやって対処したらいいのかっていう部分も、まあ、イメージはついてるんですけど、どれだけロスタイム少なくいけるかっていうところが不安です。本当にこの決勝が彼にとってすごく大きなレースになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、監督から今何を求めますか。結果残してほしいのは山々なんですけど、やっぱりもっとやっぱチャレンジとかね、もっとこうやっぱりトライしてほしいんで、行儀よくまとまるんじゃなくて、やっぱりこれこの先ね、プロとしてやっていくんであれば、自分の実力をやっぱり見せつけるような走りと、やっぱ結果を残してほしいなと思います。リトモに求められたのは限界まで攻めた走り。リトモがプロドライバーとして生きていく最初の試練を迎える。 GT300 クラス、今グリーンが点灯しました。2018オートバックススーパー GT ラウンド2富士 GT500 キロレース、 GT300 クラスも今レーススタートが決まりました。まずは1コーナーを取ったのはカーナンバー55 ARTA BMW M6 GT3。 リトモ1コーナーで大きく膨らみ、立ち上がりが鈍る。さあそして2番手以降なんですが、2番手 GT300 は BRZ、 3番手には0号車の初音ミクが上がりました。片岡達也が3番手に上がりました。スタートでの遅れが響き、ウリウスに並ばれてしまう。そしてオーバーテイクされてしまった。
フォーメーションラップでタイヤを温めきれず、グリップが十分ではないのが原因だ。さらに、ポルシェにもロックオンされてしまう。そして難しい最終コーナー入り口で失速。ミスを引きずっているのか。最終コーナーの失速が長いストレートにも影響し加速が伸びない。1コーナーでオーバーテイクされ8位に転落。大先輩のパートナー吉本ひろきは、初めての経験なんでね、いきなりうまくいくことは限らないですし、まあでもスタートは無難にはいけてたと思いますし、まあでもその周りとの比較でちょっとモーマップが悪いのかもわかんないですね。わかりました、ありがとうございます。リトもさらに追い込まれる。今度はホンダ NSX に乗るルーキー大津博樹が迫る。ホンダとレクサスのルーキー対決。リトもなんとか1コーナーは守りきるが、コカ・コーラコーナー手前でスリップに疲れ、ここで9位転落。ルーキー対決に敗れてしまったリトも気持ちの弱さが走りに出てしまった。リトモとは対照的にペースを上げ、ライバルに食らいつく大津。5番手が入れ替わっています。カーナンバー65番のレオン・クストスですが、おっと、そのレオンの横からマザーシャシーのロータスが。大津はロータス、AMG とのスーパーカー3ワイドバトルに挑む。なんとサイドバイサイド、さらには3ワイドだ、3ワイドだ。 NSX がなんとトップに浮上か。大津行ったか、大津行き過ぎた、大津行き過ぎました。 NSX、 大津はブレーキングをギリギリまで粘り1コーナーに侵入。気合が入った攻めの走りを見せる。レース25周、リトもペースが落ちたポルシェをロックオン。さあ、そして今 GT300 なんですが、8番手争いがテールトゥーノーズ、8番手争いがテールトゥーノーズ。ここで限界まで攻めてポルシェをオーバーテイクできるのか。2あたりとも、さあサイドバイサイドのバトルを仕掛けてくる DGR コーナー。しかしここは藤井智がうまくディフェンスしました。ポルシェはベテランの藤井智信、リトモを巧みにブロックし前に行かせない。この状況をリトモどうする。抜きどころは宮田選手下1コーナーだということは分かっていると思うんですけれども、同じことをこのまま繰り返していっても抜けないので、どうやって相手を抜くことができるのかということを走りながら考えなければいけないと思います。さらに、さあダンロップコーナーのところではその差はなくなった。39号車、さあ完全に射程距離に捉えた。なんと GT500 クラスのトップ争いをする2台のマシンがいともに迫る。モチュールオーテック GTR ロニークインタルイが300に引っかかっている。そして平均コバライデンが来た、平均コバライデンが来た。さあどうだ、ここはプリウスコーナー、いや、ここはレクサスコーナーに変わっています。レクサスコーナーのところで GT500 に前を譲りながらバトルするスーパー GT 特有のテクニックはまだ未熟。ポルシェ藤井との差が広がってしまう。初めて任されたリトも結局ルーキーらしいガッツのある走りは見られなかった。第一スティントを終えたリトもは
まず序盤のペース、まあ、少し苦しんでたかなというふうに見えたんですけども、その辺いかがですか。まあ、スタートはもうストレート勝負でもうダメだと分かってたんで、まあ、今分かってるのはコーナーで、まあ、ストレートで速い車に対してはコーナーで1秒以上速いドライビングしなきゃいけないなっていうのが今の感じですね。飯田監督はリトモの走りにある不安を感じていた。うちが持ってる車もタイヤも含めて条件の中ではこれは精一杯なのかもしれないですけども、そこはやっぱりこう中で行儀よくとか綺麗にまとめようとするところがやっぱ節々見られるんで、まあ、このトップ10、まあ、トップ6とかトップ5の中に入るにはもっとやっぱりプッシュしていかないとやっぱり先は見えてこないと思うんですね。リトモに欠けていたのはどんな状況でも勝つという強い意志。レースはポールスタートの ARTA M6 がトップをキープ。完全にこの富士にマシンを合わせてきた。ここで2位争いが激化。おっと、そしてコース上では現在プリウスと BRZ が争っている。トヨタプリウス佐賀光輝とスバル BRZ 山内秀樹のバトル。プリウスと BRZ がサイドバイサイドセクター3、レクサスコーナーのところではプリウス31号車が前に入ってきた。61号車の BRZ、 しかし山内秀樹がここで今度は前を奪い返す。BRZ は格段に上がったストレートスピードで好調。山内は2位に上がる。山内しっかり逃げろよ。 BRZ もピット時間を最小限に抑えトップ逆転を狙っていた。しかしフロントから白煙が上がる。あー、 BRZスバルはこれでリタイアとなった。タイヤはやはり日本交換のようです。左側だけ日本交換です。初音ミク AMG は左タイヤのみ交換する奇襲に出る。左に荷重がかかるぞ。片岡こ、当たった当たった。ゼロ号車はちょっとこらえきれなかったか。攻めた作戦に出るが表彰台には届かなかった。そしてレースはゴールします。ありがとうみんな。そして300の優勝、カーナンバー55番、 ARTA BMW M6 GT3。 ARTA高木真一、大金賞が完璧な走りでオールトゥーミンを飾った。シンティアム RCF は7位に終わり、リトモにとって難しい宿題が残るレースとなった。トップドライバーへの夢へ突っ走る FIA4 第3戦富士。開幕戦を制したのは名取哲平、17歳の高校生。そしてここまで3戦連続でポールの角田裕樹、すでに1勝し異次元の速さを見せている。このレースから19歳の小高和人がトヨタから参戦。角田を止められるのは一体誰なのか。さあ、合言葉はストップザ角田。モータースポーツの甲子園 FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第3戦、今ブラックアウト、スタートが切られました。まずスタートを角田、うまくスタートを決めていきました。名取はスタートを決め2位に浮上。早速角田を一目にかかる。さあ、3番手争い面白くなってきました。三つどもえの戦いです。開きのイン側小高が行った、アウト側から川合です。
さあ立ち上がりちょっと2台が鈍ったところ、今度は川合が並んでいって2コーナー、そしてコカ・コーラコーナーに向かって3台が並んでいく。3番手争い面白くなりました。さあどうだ、これで小高が前に立つか。コカ・コーラコーナー並んで小高が前に立った。ドマデフ、そして名取がトップの角田をロックオン。果たして捉えられるのか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。名取が角田に食らいつく。トップを奪えるのか。今季2勝目のトップチェッカーとなりました。今チェッカー逃げ切りました。角田裕毅やはり早かった。名取は最後まで角田を捉えることができなかった。まあ、今までにこんな悔しいレースがあったのかと思うぐらいめっちゃ悔しかったです。悔しい、はい、FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第4戦スタートしました。さあまず加速、角田どうだ、牽制していく上位勢の加速。さあ名取哲平の方が良さそうだ。続く第4戦ポールスタートの角田は名取にトップを奪われそうになるが、角田裕毅、イン側、名取哲平、アウト側、コカ・コーラコーナー入っていきます。角田裕毅守った。なんとかトップを守ってコカ・コーラコーナーを立ち上がります。レース残り6周、名取が通常とは違うライン取りで勝負に出る。 DGR コーナー、さあトップ争い、並んだ並んだ、ブレーキング勝負。角田しっかりマシンを止める。名取哲平その後ろ、加速勝負。ここはまず角田に軍配が上がりました。角田が破竹の3連勝。角田を止めるのは一体誰なのか。自分が納得できる勝ち方じゃないんで、次の鈴鹿戦に向けていろんなちょっと考えて、まあ、さらにレベルアップして鈴鹿戦に臨みたいなと思います。世界最高峰のワンメイクレースがスタート。